どうもこんばんは、ピヌさんです。ご視聴ありがとうございます。アイスレックスやっていきます。よろしくお願いします。まあ、いつものね、コースでやりますよ。それでは、スタート。よーし。 いやーしかし暑いですね、最近ね。これ前撮った時ね、もうめちゃくちゃ寒かったんですけどね、今半導かな ?35 度ぐらい平気でありますもんね。なんかすげえ仲のいい人みたいになっちゃってるけど。えー、ということでね、もう夏本番ですよ。はい。ということで、この辺に穴開けます。ちなみにね、あのー、前回大物がかかって初めて糸が切られちゃったので、 ロットを買ってきました。新しいやつに。まあ、投入していきますね。ほら、ロット、青いロットになったんですよ。でもね、大物に耐えられるんだけど、敏感なあたりに気づきづらいんですって。このロットはね、ああ、間違ってあげちゃったー。ははは。ということでね、釣れればいいなということでやっていきたいなと思うんですけども、 まあ、今回ね、アイスレイクスをやったのは、まあ、主に2点ぐらい、ちょっと、喋っておこうかな、ということがあったので、えー、やってます。まず1点はですね、中村くんとやってたラジオについて、ラジオってもうやんないんですかってコメントいただいたんですけども、まあ、そのことに関しましてですね、7月の28日前後に、中村くんに連絡取りまして、 まあ僕の書いた、書いた書いたってなんだ。僕の書いたね、連絡的には、まあちょっと忙しいんだったら、えお休みってことでいいですかって。今月お休みでいいですかって。今月お休みでいいですかって7月28日に聞く俺もどうかなって思うんだよね。あと3日しかないしね。そりゃお休みになるだろうって話なんだけど、おっ、引いた。で、まあそんな感じにしてて、本当はね、あの、彼が新しい職場で仕事をしても YouTube 続けるって言ってたんで、 えー、まあ、期待はしてたというか、ちょっとそういう腹積もりではいたんですけども、まあ、お仕事がね、ちょっと忙しいみたいなのと、まあ、就職してまだ1ヶ月、2ヶ月ぐらいですかなので、まあ、慣れないこととかね、余裕がないんでしょうね。あれバグったあ、びっくりした。まあ、なんかバグったかなと思っちゃった。っていうことで、まあ、彼が YouTube を、 更新できるぐらいまでお休みでいいんじゃないかみたいな話をして、まあそうですねみたいな話になりましてですね。えー、ラジオについてはしばらく、まあ中村くんとのラジオについてはしばらくお休みですね。えー、復帰の目安、再開の目安は、彼の中村おにぎり鬼チャンネルが、こう動画をね、定期的に更新し始めたら、 そのうちの一本に月一回で僕が出るっていう感じになると思いますので、まあ彼の YouTube チャンネルをチェックするとか、Twitter、Instagram チェックしてみてください。えー、ということでね、ラジオがなくなっちゃうので、なくなることがもうほぼなくなるんじゃないわ。しばらくお休みすることが、あの、確定しちゃいましたんで、 まあたまにね、週一とは言えないけども、2週間に一遍とか月一ぐらいでアイスレックスで、この僕がラジオ風のことをやっていこうかな、なんてことは思いました。代わりに。まあとはいえですね、僕そんなに喋ることがないので、まあ一番嬉しいのはこのアイスレックスとかのコメント欄に、まあ質問、 っていうわけじゃないけども、こういう話題で喋ってくれというのを変えていた,いただけるとん、うんと僕は喋りやすいですね。かなりうん。まあね、なんだかんだね。まあ1週間か2週間か3週間ぐらい。前回のアイスレックスが経ってるんですけども、なんか喋ってくれっていう話題ってね。なんか熱いですね。ぐらいしかなくて。まあ選挙とかいろいろあったんですけども、政治の話で言ってもね。しょうがないんでね。 うーん、微妙かな、なんて感じで思ってますね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、話題がなくても、なんか思いついたことがあったら、えー、やっていこうかなとも思うし、まあ、今日もね、そんなに話題を用意しないで進めたので、まあね、始めてしまえば、なんだかんだ喋っちゃうのでね。おー弾いてるな。おぉ、弾いてるな。弾いてる、弾いてる、弾いてる。でも、そんなに大きくなかった。うん。 まあ、なんとかなるかなっていう感じはしますね、個人的にはね。で、あとは、こう、お伝えしておきたいことっていうのはもう一点ありまして、えー、月曜日なので、8月の5日、5日から、新しいゲーム長編でやります。えっ、ー、と、それがパチパラ4ですね。これもコメント欄でリクエストが来てて、ちょっとね、あの、スケジュールの調整というか、日程の調整で先延ばししてましてですね、 8月にやれたらいいですねぐらいの返信はしてたと思うんですけども、ちょっと待たせすぎても、うーん、なんか申し訳ないなという気持ちになりましたんで、結構調整しまして、8月の5日から、えー、週3回ぐらいのペースでできたらいいなって思ってますね。えー、っと、今、日本大相撲っていうゲームを、カーか、木、日でやってるんですけど、おすげえ引いた。か、木、日でやってるんですけども、 パチパラの新しいやつについては、月、水、え月、水、金かな月、水、金で、うーわ、でかやりたいなって思いますね。まあ一応予定。まだね、取ってないんですよ。まあ予定っていうのは、もしかしたらこのゲームが中古で買ってあるんで起動しないとか、なんかこう、不良の事故があったら、 その日程ではなくなるんですけども、まあ一応予定では8月の5日からやっていきたいですね。えー、週3。まあ週3できればいいかなダメだったら週2。まあ日本大相撲もそうなんですけども、ダメだったら週2。できたら週3という感じでやっていきたいと思います。で、まあ土曜日が1日空いちゃうんで、そこでなんか新しいゲームをやるとか、マリオメーカーをやるとか、 え、しようかなと思いますね。マリオメーカーに関してはね、なんか、余裕が出てきた時に撮って、まあ、その日、2本出しみたいな感じで、やれればいいかなとは思ってるんですけどね。まあ、最悪、マリオメーカーとか当てると、まあ、僕が、その土曜日少し休めるっていう <laughs>、だけなんですけどね。えー、そんな感じでやっていきたいと思います。多分ね、パチパラはね、前回が30何本までいったんで、結構長期戦になると思うんですよね。 えだから、その辺よろしくお願いしますということですね。で、あとは中途半端に今なってるウルトラクイズは、えー、ちょくちょく、まあ、日本出しみたいな感じでやりたいと思いますし、まあ、言ってもね、割ともう佳境に来てるんでね、えー、やっていきたいなって思いますし、マリオメーカーと、あと、ウィーイレについても、まあ、ちょくちょく趣味プレイでやっていきたいと思いますね。これは不定期更新ですね、ほとんどね。 はいそんな感じでやっていこうかなと思いますけども、そういえばね、ウルトラクイズやってるんですけども、あのゲームね、こう見てる人はどうかわかんないですけどね、面白いっすね。あの、早押しクイズの、えー、ステージが何個かあるんですけども、あれが面白いですね。早押しクイズやってるなーって感じが出てね。へーって思ってますけどね。<laughs> なんだ、その感想ね。うん。こう でもね、早押しクイズするとね、問題の,の先を予想して喋るんですけども、あのー、答えた後に問題全部読んでくれないのはちょっとね、消化不良感がありますけども、とはいえ、あれなかなかでよくできたゲームだなーって思いましたね。うん。えー、ゲームに関しては、あとまあそんなもんかな。まあ何個かね、本当は、 やりたいゲームっていうのは何個か用意はしてたんですけどもちょっとまあリクエストをもらったものがまあ大相撲とパチパラがあってまあそれに今時間割いてるんで他のや,のやつはできてないんですけどもまあ他のやつできてないにしてもあの,あの花みたいなゲームが1本とあと本当はねあのガンダムとかやろうと思ってたのねガンダムはあの僕があんまりあの原作をよく知らないのでそれを知るためにね やろうと思ってたのと、あとは、モンキーターンのゲームを一応用意してました。あとは、その他に、えー、っとね、最終兵器彼女と、あと何だっけかな、Life is Journey だったかな。なんかそういうゲームを一応用意してたんですけども、なんかね、ど,どれもね、ま、割と長くなっちゃうと思うんですよね。始めたら十何話とかまで行っちゃうと思うんで、 うーん、どうかなーって思ってて、まあ待たせるのも悪いなーって思ったんで、パチパラとかね、大相撲先にやってますね。まあね、余裕が出てきたら、1日2本更新とかしていきたいなーって思うんですよ。ゲームって、あの、最初のやり始めとか、最初の10本ぐらい作るまでかな、結構ね、そのゲームの勘どころとか、編集の勘どころがわかんなくて苦労するんですけども、 まあ、長期戦のも,ものっていうのは、10本を超えてくると、だんだんね、編集の勘どころが分かってくるので、まあ、楽になるんですよね。撮ってんのが。ただ、プレステ2のゲームの場合、キャプチャーボードのソフトウェアかなの関係で、10回に1回、あの、音声の不具合を出すんですけども、これがね、撮ってるときは気づかないんですよね。撮ってるときは正常な音楽で帰ってくるんですけども、 えー、録画したものを見ると音があの崩れてることがあって、それをね、食らうとね、めっちゃモチベーションが下がって、めちゃくちゃ停滞するんですよ、個人的に。まあ、僕、最近ね、1回で2本撮りとかっていうやり方を覚えたので、そうすると2本分パンになるんですけど、で、またね、新しく <laughs> 撮り直すんですけど、知らない風を装って撮ってたりしますからね、10本に1本ぐらいね。 なんかねそういうことがあってね、モチベーション崩すときがあるんですけども、まあでもね、それクリアさえしてしまえばなんとかなりますからね、えー、やっていこうかなという感じですね。そう、あとね、2本撮りとかできるようになってくるといいかなと思うんですよ。今年はね、こうまあ質より量というか、いろんなジャンルのゲームをこうアップロードしたりするんですよ。 それでどういうゲームが人気があってとか、どういうゲームに需要があって、どういうゲームに需要がないのかとか、えー、アクションゲームはこういうふうに取ればいいとか、えー、他のなんだ、アドベンチャーゲームはこういうふうに取ればいいのかとか、テンションとかどうしたらいいのかっていうのを学ぶ時期なので、まあ、いろいろね、ジャンル上げていきたいんですけどね。あとは体調の観点で、なんかそれで躊躇する時はあるんですけども、最近はね、こう、僕は、 ダウンの調子は割と安定してきたというか、まあ崩れることがあるんですけども、えー、昔はね、こう崩れたり調子がいい時の波が結構激しかったんですけども、まあ今回は割と安定するんですよね。まあ崩れる日はあるんですけども、治ってきてから次崩れる時まで割と期間が長くなってきましたね、だんだん。 あの前はね、1日2日とか、2日3日でいい時と悪い時が交互に来てたのが、いい時が1週間続いて、悪い時が3日みたいな感じになってきたので、これの期間をね、長くしていければ、1日何本でもゲーム上げられますからね、何本も上げられたらあの迷惑だと思うんですけども、僕もそうなんですけども、人気のゲーム実況者さんでも、自分の好きなゲーム以外はあんまり見なかったりするので、 こう、ね、自分の、なんか好みに合ったゲームだけ見てもらえればいいかなと思いますね。うん。ということでね、一生懸命、一生懸命でもないかな、やっていきたいなって思ってるんでね、えー、よろしくお願いしますっていうことですね。まあ、あとねこのあ、この前じゃないや、昨日かな、あの、友達とちょっと連絡したんですけどね、えー、息子がマインクラフト好きだからマインクラフト取ってくれって言われたんだけども、ちょっとマイクラはで取る <laughs>。 時間ないかなごめんねっていうね。でもね、なんかその彼と喋ってる時に、喋ってる時にね、息子が、なんかお前の動画見たことあるって、息子だったかな子供がって言ったかな見たことあるってって言ってくれたんで、なんかそれはすごいびっくりしましたね。ええー、そんな1本の動画の視聴数10とか、再生数10とか60とかが関の山なのに、なんかマリオメーカーの動画見たことあるみたいな。こと言ってたって言ってましたね。 そんなことあるって思い,思いましたけどもね、あるんですね。夏休みになってめっちゃ YouTube 見てるって言ってましたね、子供が。やっぱそうなんでしょうね。熱中しちゃうんですよね。まあ、僕もね、子供の頃はね、まあ僕はトミカとかミニカだったんですけど、あれ、朝から晩まで全然一人で遊べましたからね。ああいう謎の集中力があるよね、子供ってね。 えー、その集中力をね、大人になってても持ってられるようになれれば、何かね、大きなことを、えー、なせるかなとも思うけども、まあでも、おお、でもね、そういうことをやっちゃうと多分ね、こう、今のネット界隈だったと、アスペとか言われるんだろうなって思ってね、嫌な、嫌な世間ですねっていう感じですね。はい、ホワイトフィッシュ、釣りました。残り30秒なので、急いで戻りましょう。 えもう戻る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 、えー、戻るよ。違う間違ったえ早く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 えええっダだ,だよもう20秒しかないえー、っとねえー、っとね早く早くこれはミスったぞこれ最後のミスが結構大きく響いてる。15秒だ。これはまずいこれはまずいないこれは無理ですね最後、竿を入れたのがちょっとかなり余計だったかな。 終わったーあー、1位だったのにね、ボタンの操作ミスで終わっちゃいましたけどね。<laughs> まあ、こんなこともありますよね。こんなことがあってたまるかって話だけど。はい、ということで、アイスデックスやってきましたね。まあ、お伝えしたっていうのは、あれですね、今回お伝えしたのは、ラジオをしばらく。 お休みするっていう話と、月曜日からパチパラやるっていう話がメインですね。うん。まあ、パチパラ多分長くなると思うんだよな。<laughs> かなりだ。<laughs> まあね、こう長くなるってことを考えるとね、ちょっとね、始まる前でちょっと気持ち重いんだよね。でもね、始めてしまうと、もうあとはもう流れに乗っちゃうだけだから、すごい気持ちが軽くなってるんですけどね。あ、はあ、決戦前夜みたいな感じだね。 まあね、そういうちょっと気持ちが嫌になったらね、僕は近くの一円パチンコの店に行ってね、1時間ぐらいパチンコ打ったらもう現実逃避できるんで <laughs>、まあすごく安いお金でね、あの遊んでこれるからね、まあそれでね、そういうことしながら <laughs>、え進めていきたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。ちょっとね、暑いんでね、体調管理だけ、えー、みんな気をつけましょう。元気で過ごしましょう。イエイエイ